絶対みんな不安になるんですよ、最初のローンチってね。でプレッシャーがかかるわけです。そうするとですね、ついついですね、ネガティブなモードに入っていって、ついネガティブなことを発言してしたくなったりとかね、何かこう愚痴を言ってみたくなったりとか、そういうことってあるんですよね、人間だからね。でもネガティブに考えてもいいことほとんどないんですよ。でこの最初のローンチっていうのはうまくやる必要はないんです。で完璧にできることなんか絶対ないんですよ、最初のローンチから。本当にないんですよ。見たことないです、最初のローンチから完璧なものをやってる人なんて、これまで。だから完璧にやることなんかする必要なんか全然なくて、不安になったりとか失敗するたりとかつまずくことっていうのはみんなあるんですよね。ストレスがたまることはみんなあるんですよ。でも前向きにポジティブに発言をしていくってことがとても大事です。